マングローブガニはやはりあの神様からの贈り物だと思っています。それでいて海江の王様でもあります。森はお城、そして栄養豊富な海江の海水は、カニにとっては、サバである、宝の海だと思っています。カニを守ることによって海江が守られる、海江が守られることによって外海とつながる海が豊かになる、綺麗なサンゴビーチまでも守られると私は、信じています。カニ漁師として環境一体型の養殖を取り組んでいます。地上で養殖した稚ガニを海の養殖場にも放流し、もともとその養殖場にもカニはいたんですけども、ナチュラルにそこに自然にカニの定員数を増やすという応援をやっています。餌が増える取り組みを行ったり、外敵を減らしたり、周辺の自然を回復させて、ここで養殖と一体型の漁場として生産性をかなり高めています。カニってどういう場所にいるの、どのように取れるのとか、もっと島の自然を学びたい、島の文化を知りたいという方がやはり非常に多くてですね、でこのカニがどうやったら増えるのか、でカニだけが増えるわけじゃなく、やっぱりカニが増えるには周りの自然も増えるよねということで興味を持っていただくお客様が多いです。で今はあのカニ漁をお客様にも体験してもらう、でそこで放流したり周りの自然に目を向けたり、で直接肌で触れ合ったりするエコツアー的なものも同時に行っています。今後の未来についてですけども、カニの養殖、まあ、カニ漁師、自然と一体型の養殖というものが今広がりありつつ中で、今私が住んでいる伊良部島、宮古島というものは観光産業が非常にガーッと上がっています。ただ昔と比べると自然はどん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 やはりあの少なくなっているように思われます。観光客というのは美味しいのを食べて美しいものを見て幸せになって帰っていくのが基本ですので、やはりあのお客様が見たい、追い求めているっていうのを、そのカニ目線でカニを通じて、しっかりとどういう仕組みでできているかっていうのをお客さんとも一緒に考えるっていうプランを作っていきたいですね。で自然と一体型の、養殖場を作ることによってそれが可能となります。美味しいカニを作り、そこにはそういった素晴らしい生き物がいるんだ、そしてそれに通じる海はあの美しいサンゴであったり青い海だったり綺麗なビーチであったりするので、今後ねあの子どもたちに財産として残していくには、そういった新しいチャレンジが必要だと思っているので、今半分ぐらいしかねあのやりたいことが半分もできてないので、それを徐々に高めながら島の魅力、自然を愛し、人々が幸せになれるようなものを作っていくように頑張りたいと思います。